<laughs> 第92回米大リーグオールスターゲームが米カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで開催2年連続2回目の出場となったア・リーグエンゼルスの大谷翔平投手は1番 DH で先発出場し1打数1安打1四球2出塁をマークした5回に代打を送られ2打席で退いた 22日同23日の先発登板が決まっていることから登板は回避した1回の第1打席はドジャースのクレイトン・カーショウの初球を振り抜きセンター前ヒットを放った大谷はオールスターでは自身初のヒットとなった日本選手のヒットは2009年のイチローマリナーズ以来13年ぶりとなっただがその後牽制でタッチアウトとなり大谷は苦笑いでベンチに戻った 日本選手がメジャーリーグのオールスターでヒットをマークするのは松井秀喜、一郎に続いて史上3人目となった。ツーアウト走者なしで迎えた3回の第2打席はマズグローブと対戦し、フルカウントからフォアボールを選んだ。大谷は初出場した昨年のオールスターでは、1番 DH 兼先発投手で出場。1回無安打無失点で勝ち投手となった。打者としては2打数ノーヒットだった。大谷翔平のコメント。 なかなかシーズンでは打てなかったのであまりいいヒットではなかったですけど打ててよかったです第1打席の初球から積極的にスイングしたことについては初球というか全部振るつもりでいきましたできればホームランか空振りかぐらいの感じがよかったんですけど一番渋いヒットだっったたのででちょっとあれでしたね今期の MLB のトレード市場は現地時間8月2日にデッドラインを迎える。 プレーオフ進出を狙うチームはさらなる強化を逆に再建モードに舵を切るチームは主力を放出してのトッププロスペクトの拡充など市場の閉鎖が迫る残り約2週間は各球団のさまざまな思惑が交差する現地メディアではトレードの可能性がささやかれるスター選手たちの名前が飛び交っているその中で小さくない注目度を誇っているのが二刀流大谷翔平だ 現在28歳の大谷は今期も MVP の筆頭候補に挙げられるほど安定感のあるパフォーマンスを披露とりわけ投球は圧巻で直近7試合で6勝防御率1.27奪三振率12.66と圧倒的なスタッツを記録同僚のマイク・トラウトがサイ・ヤング賞だって取るチャンスがあると断言するほどのピッチングを見せつけている。 一方でエンジェルスの成績はかんばしくない92試合で39勝53敗と大きく負け越しておりアメリカンリーグ西地区首位のヒューストン・アストロズとは20.5ゲーム差もつけられているもっともチーム編成を取り仕切るミナシアン GM は「私は大谷やトラウトを中心に選手層を厚くしていきたい」と公言はしているだがマイナー組織のタレント性などを加味し 2023年で契約満了となる大谷をトレードに出しより先の将来に向けた再建に舵を切る可能性が小さくないと考えられているわけだそうした中で MLB の公式サイトも大谷のトレード動向を注視している現地時間7月18日にトレード期限までに可能性があるオールスター選手は誰だと銘打ったまとめ記事を公開したマーク・フェイザンド記者は「 その中で大谷をピックアップ次のようにまとめている一見すると大谷のトレードはバカげた話のように思える彼はマウンドと打席の両方でのオールスター級の活躍によっておそらくメジャーで最も価値のある選手である故にトレードをすればファンの反感も買いかねないだがフリーエージェントまで1年ちょっとの大谷は市場に出るのなら間違いなく人気銘柄になる そしてトレードによってエンゼルスが改善できるであろう部分の数を考えるとそれはあながち狂った考えではないなお大谷自身はトレードの噂について僕の気持ちというよりかはミナシアン GM をはじめとして球団がどうするかによるので左右できないところに対してどうしようっていうのは特にないと語るにとどめている果たして今夏に球死に残るビッグディールは起きるのか 8そうだ翔平・大谷の優れた才覚というテーマでフォックス,スポーツの解説者を務めるレジェンドが二刀流スターについて語ったメジャー通算521本塁打で199394年に2年連続ア・リーグ MVP に輝いたフランク・トーマス氏はここ数年で目の当たりにしていますが今まで見たことがない存在です。 マウンド上と同様に打席を支配すると評したデビッド・オルディスも言っていましたが試合前に投打2つのミーティングに出ているんですよこの男は別格で「最高のオールラウンダー限界はありませんよまだ完成形は見せてませんから」と大谷を高く評価していた二刀流のスーパースターを異星人呼ばわりして中継席の爆笑を誘ったレジェンドは「この男のやっていることは制御不能だよ」 あそこまで素晴らしい投球で打者としても優秀今後100年間お目にかかれない存在だと思うあまりにスペシャルなのでこの男の登板や打席では彼を見るためだけに私は他の行為をストップしています私の人生において他では見ることはできないものですからと話したメジャー通算696本塁打のアレックス・ロドリゲス氏は我々は彼の話題をやめるべきではない 大谷は偉大な野球選手というだけではなくスポーツ界全体で最も偉大なアスリートの一人でテレビで見逃してはいけない存在です不運にも地方局のテレビ中継に埋没してしまっていますがこの男は今夜や明日のようなプラットフォームが必要なんです全米中継されるオールスターゲームの大舞台こそが大谷にふさわしいと力説したロドリゲス氏 大谷の存在は今や長いメジャーの歴史に名を刻んできたレジェンドたちからも認められる存在になっている大谷が他球団の逸材からもリスペクトを集めている現地時間7月17日メジャーリーグのドラフト会議がロサンゼルス市内で始まりサンフランシスコジャイアンツはコネティカット大のレジクロフォードを1巡目全体30番目で指名指名時には二刀流選手として登録された。 地元放送局 NBC スポーツデーゲリアによると球団側は投手と一塁手を兼務していた21歳を二刀流として育成させるつもりだというそれゆえに本人は大谷に対し「我々のような選手に道を切り開いてくれる偉大な存在」と異形の念をにじませているさらに「メジャーでの二刀流は簡単じゃないし当然ながら彼のことを尊敬している」と続けると。 自身の経験から心身ともに負担がかかるものなんだともコメントそういった逆境に打ち勝っている彼の姿は本当に見ていてかっこいいと惨事を惜しまなかったなお今回のドラフト会議ではアトランタブレイブスがリバーサイドブルックフィールド高校の応援マーフィーを一巡目全体20番目で指名したがこちらも投手権内野手の二刀流として育成される見込みだ 大谷とトラウトが米専門テレビ局 MLB ネットワークのオールスター直前特番に揃って出演し互いの初対戦がワールド・ベースボール・クラシック WBC になる可能性について語ったトラウトは春季キャンプの打撃練習などで投手・大谷と対戦したことがあるか問われていや一度もないと意外な事実を暴露もし対戦したらどう対応するか問われるとわからない 彼は非常に頭がいい僕が速球を狙っている時はスプリットを投げてくると思うので打つのが難しいよと話した大谷はトラウトと対戦したいかと問われもちろんと返答司会者が WBC で対戦かなと突っ込むと米国代表のキャプテンに就任することが決まったトラウトがそうだね WBC で対戦するかもしれないと答え盛り上げた2ストライクスとショウヘイ Oh, got oh. it, got it, got it! 33!